声優のお仕事をしてみたいなって思ってたので、念願が叶ったっていう感じですね。とにかくその声優のお仕事っていうことにもトライしてみたかったし、あとは今回その福島、自分の生まれ故郷の福島との関係の深い題材だったってこともあって、もう来たって思いましたね。これがもう自分の声優デビューには本当にドンピシャというか、すごいありがたいお話だなと思って、それがそうですね、きっかけとなって今ここにおります。見ていただく方々一人でも多くに届いたらいいなと思いましたし、でそれが届くことでやっぱりそのそれぞれが置かれた場所で、まあ、全力を尽くして、何かこう諦めない気持ちを持って努力を続けるっていうことの大切さが伝わっていくといいなと思ったし、きっとそういう力を持っている作品だろうなって、自分は、期待してますね。将来はヒバもプロダンサーかな。私フラを仕事にします。アローハー。今までで一番残念な新人たち。だってまだ3ヶ月あるから。ちっちゃくても大丈夫にゃ。人前で喋るのは苦手。いやいやいや、失敗なら誰にもあるし。私たちは仕事として踊るの。もっと自覚を持って。踊れない。こんなんじゃ見に来てって言えない。乗り越えられるよ。ここはあの時誰もが乗り越えたんだ。私たちにしかできないフラを踊りましょう。行こう。ひまわりが咲いている。お客さんをドッカンドッカン笑わせよう。私たちコントグループじゃないです。夏凪さんの踊り元気でいいね。頑張れたのはみんなのおかげ。一番残念な新人たちの誰も見たことがないステージの幕が今上がる。フラダンス